では部屋の中です。部屋はこんな感じです。入った上に一通り漫画本やら、DVD、CX 関係全部あります。で一応ここにもデザイナーズトイなど、ありまして、ここには1分の1ロトの剣やロンギヌスの槍ですね。で日本刀型の、傘とか、こちらには1分の1ロトの盾、ロトの印、あと1分の1、天空の剣とかありますね。でこちらがまあ一応座ってもらう席、ここの、コレクターズコレクターテーブルになってまして、中にいろいろとおもちゃやなんやら入ってます。ここに、パチンコ実機あります。 CR 新世紀エヴァンゲリオン使徒再びですね。今ではもうちょっと、一つ前の機種になっているのでパチンコやホールではないと思いますけど、個人的にはこれが一番面白かったですね。でこれ大当たりもし遊んでもらってしてもらえれば、まあサービスということでドリンク一杯サービスします。でこれがうちの、今BGM をかけている DJ 君 R2D2 です。普段、DJ ブースに DJ がいない時には、彼が代わりに、まあ、iPod をバレバレですけどDJ してくれてます。これは、アメリカの1ドル札ですねにマリオキャラが描かれているもので、これ本当にアメリカで1ドルとして使えるお札なんですね。アメリカではこういった感じで真ん中のところに自由に、イラストとか写真とか入れて、作っていい、という合法的なお札があるらしいんですけれども、でここは一応、プレステのソフト置いてありますね。まあ、これだけじゃないんですけど、一応出せるものは出してあるという感じです、ね、であとはちょっとですね、フィギュア類をいろいろと置いてあります。エヴァンゲリオンとかドラゴンボール関係ですね。この辺エヴァフィギュアがばっかり出すけれど置いてます。で、テレビの上には、350分の1のヤマトですね。その上に召喚獣やら、シェンロンとか置いてあります。一応、これが、普段まあ家でも使ってるテレビなんですけども、まあ、この下にここはプレステ2、XBOX 360、PS3、Wii が置いてありまして、ここの中にですね、一応ゲームソフト類は普段入れてます。ここファミコンとか、こっちは、プレステ2とかメガドラソフトですね。ここはまあその他もろもろ、これ全部ゲームソフト関係です。でこっちに行くとDJ ブース、今ちょっとフィギュアが上に乗っかっちゃってますが、自由に DJ してもらいます。これパイオニアの CDJ ですね。 CDJ と、ちょっと見えないかな、ここタンテがあります。でここミキサーで、こっちにも CDJ が1台ありますね。で、DJ もしやりたい場合はここで自由にやってもらって結構ですと。で一応ここ11階ですので、東向きです。
朝までオールまでやってるとこっからちょうど目の前から日の出が見えますまあプチレイブ状態もうちょっと楽しめるという感じですね。で、セカンドモニターこっちに、メインよりかは小さいテレビがありまして、ここでは一応今はファミコン、ツインファミコン、スーパーファミコンで、これあのドリームキャストがつなげてあります。まあ要望があればあの他のゲームハード出せるので、つなげて遊べますと。そしてこちらに行くと、アーケードゲームですね。これは過去のいろんなレトロゲームが、60種類ぐらい入ってる、1人用の、筐体です。でこっちに行きますと12分の1ガンダムが、あります。一応ミラーボール回ってます。でこちらにはちょっと暗いかな、テーブル筐体型の、アーケードゲームも、置いてあります。今これバブルボブルが入ってますね。で一応こんな、ラビットスツール、知ってる人は知ってると思うんですけどね、キットロボットの、コジックのラビットなんですけども、これのスツールも実はあります。これかなりレアなんだけどね知る人ぞ知る人しかわからないという。で、これが、ダライアス2です。2画面でできます。この環境を整えるの結構大変でした。そもそも基板そのものがないのでね、もちろんちゃんと2人同時プレイ可能です。もしよかったら遊んでもらいたいですね。こんな感じですね。ちょっとモニターとモニターの継ぎ目がね、正直ちょっと離れてるのを